はい、皆さんはじめまして。違うな、はい、今日は、私の家にある水槽を紹介したいと思います。この水槽は、30センチキューブの、ハイタイプですね。高さが40の水槽です。この水槽では、グラミーを中心に飼ってます。入ってるのはゴールデンハニードワーフグラミーですね。こちらと、ピグミーグラミーですね。この2種類のグラミーが入ってます。あとこの間入れたんですけど、インドメダカとかって名前で売られてたメダカですね。日本のメダカより体がちょっとこう尖った感じの、ちょっときつそうなやつです。でこの水槽のフィルターは底面フィルターを使ってます。テトラの外掛けフィルターのモーターを使って回してます。接続はちょっとサイズが合わなかったのでビニールテープを巻いて調整しました。照明は、なんつったっけな、これ。45センチ用の LED のやつを使ってます。レイアウトは、ADA のプランチウッドに、ミクロソリウムの、これなんだっけ、ナローだと思うんですけど、それを巻いて活着させて、活着させてるとこですね。